それでは小技ライフ行ってみたいと思います。本日の英文法は4択文法9問、これを行ってみたいと思います。もちろん皆さんには解いていただくんですが、解く中で出てくる大事な情報、それは皆さん一番最後にまとめますからね。皆さんは問題を解く、そして解説を聞く、そこに専念していただけるとよろしいかと思います。ということで頑張っていきましょう。レミさん、まず設問の指示の一読をお願いします。レミさん、問いの31番お願いします。さあ、これどれを選んでいただいても動詞でございますので、主語が単数なのか複数なのか、まあ、判断しようと思って、皆さん普通主語は左側でございますので、この trees、 これが主語だと思わず判断してしまう方いらっしゃるかと思います。ただ皆さん落ち着いて見てみると、 between 前置詞でございますので、後ろは名詞ですから、全体で M になってますよね。ですから皆さん、ここが主語ではないですからね。じゃあ皆さん、主語どこですかと言われて、皆さん前半になければ後半ですよね。ですから主語は tree ということで単数形。ですから三人称単数形の S がついていない A と C をまず削りますね。で、あとは皆さんちょっと話変わりますので色分けさせてくださいね。で、あと皆さん、主語は木でございますので、まあ、木は鳴かないですよね。ですから、選択肢の D は×ですね。ですから皆さん、木が立ってる状況であれば問題ございませんので、正解は B ということでよろしいかと思います。で、皆さん、問いの32番お願いします。皆さん、これはどれを選んでいただいても、この後ろのざっとですね。これが何なのかを説明できる表現を選べばよろしいですね。ですから正解は C ですよね。皆さん、一度選んでいただきますと、空所の左側に何もないので、この一度は右側を指してるんじゃなかろうか。で、皆さん、後ろザットがあれば仮主語の一度、まあ、もしくは形式主語の一度と呼びましたね。ですから文法的にも意味内容的にも問題ございませんので、選択肢 C が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いて33番お願いします。さあ、皆さん、おそらくこれ空所の左側の意味内容をおそらく考えたかと思います。ただ皆さん、その前にちょっと文法的にダメなものを削っておきますね。まずは選択肢の B。 皆さん、フーズの後ろにいきなり動詞は置けませんよね。フーズと言われたら後ろは名詞が必要でございました。ですから皆さん、 D のような形だったら OK ですが、田辺さん、これ空所の右側をご覧になっていただいてわかるかと思いますが、このセミコロンまでに動詞がないですよね。ですから関係詞の後ろに動詞も少なくとも必要でございますので、 D は×ですね。で、あと皆さん、選択肢の A と C ですが、肯定否定分かれてますよね。で、皆さん、それぞれの人たちの身長がいくらという話になってきますので、具体的に明示していきますね。で、例えば皆さん、このジョンさんが160センチだと仮定いたします。そうすると皆さん、ビルとは10センチ差がございますので、ビルは170センチ。で、皆さん、後半読んでいただきますと、ジョンさんとトムさんの身長差が20センチと書いておりますので、ジョンさんが160センチであれば、トムは180センチですね。ということは皆さん、あとはこのビルさんとトムさんとの身長差、もちろん10センチですね。ですから皆さん、身長差を肯定している A が正解ということでよろしいかと思います。では皆さん、続いて34番お願いします。では皆さん、まず選択肢の A と C は impress、 もちろん人に感銘を与えるので他動詞ですよね。そして皆さん、選択肢の B と D も express、 表現する何をということですので他動詞ですから、どれを選んでいただいても全て他動詞ですので、後ろに目的語があるかどうかを確認していただけると、ちゃんと皆さん名詞がございますので目的語ありということでよろしいですね。で、あとは皆さん、他動詞の後ろにこういう目的語があると分かりましたので、あれを思い出すだけでございます。いつもやってる通り、他動詞の後ろに目的語がなければ受動態にするということでした。ですが、今回目的語がございますので、
受動詞になってる ABC が一瞬で削れますよね。ですから単なる能動詞の選択肢の D、 これでバチです。でもさ、問いの35番お願いします。これは空所の右側の went ですね。選択肢あの表現で一発ですよね。もちろん正解は A、 hardly。 hard s 過去分詞、うにゃうにゃ when、 点点点、うにゃうにゃするとすぐに点点点という、とても有名な表現でしたね。ですからこれも一発で A が正解ということでよろしいかと思います。では皆さん、続いて設問の指示の一読をお願いします。では皆さん、問いの36番お願いします。さあ、これ空所の右側にいきなり ING が来ておりますので、直後に ING が取れるものを一つ選んでいただけるとよろしいかと思います。もちろん正解は D ですよね。Fancy ING。これもうちょっと有名どころで言うと、Enjoy の後ろは ING、Mind の後ろは ING。あの動名詞の項目で皆さんご存知のものでございます。ですからそれを確認する問題ということで、D が正解でよろしいかと思います。では皆さん、問いの37番お願いします。まず空所の左側、コンマがございますので、これとセットで使えない、皆さんまずざっとを削りますね。そして皆さん、選択肢の D の why でございますが、疑問詞なので、後ろにクエスチョンマークが必要ですが、もう見ての通り、ピリオドでございます。ですから D も削りますね。で、皆さん、選択肢の C の whether も後ろ A or B ですよね。もちろんそれがないので、ダメそうですね。となってくると皆さん、選択肢の A、song as。皆さん、意味は if とほぼ同じでございました。ですから、もし solution、解決策が見つかれば、誰がその解決策を見つけるかはほとんど重要ではございませんと。もちろん文法的にも意味内容上的にもバッチリでございます。ですから、A が正解ということでよろしいかと思います。では皆さん、問いの38番お願いします。これ文末にびっくりマークですね。エクスクラメーションマーク。これがあると選択肢もう一発でいけそうですね。もちろん正解は A ですね。文頭に助動詞名があって、さらに右側動詞。そして空詞の右側に主語という語順。まあ、つまり統治を起こしておりますが、そういう中での助動詞の名、祈願文と呼びましたね。うんたらかんたらであれ、まあ、君に幸あれみたいな感じですね。お祈りする文章でございます。で、それと皆さん、びっくりマーク、併用いたしますので、正解は A ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、問いの39番、お願いします。皆さん、まず選択肢の C ですが、have been の左側に主語がないですね。で、あと皆さん、空所の右側には for a long time という期間を示す語句がありますので、それと併用する場合は完了形でしたね。ですから完了形になっているのは皆さん選択肢の D だけですよね。ですから正解はこちらでよろしいかと思います。さあ皆さん、お疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で次につながる情報ですね。まとめていきたいと思います。まずは一つ目、仮主語の意図。では、これに関する解説動画ですね。それはすでに存在しておりますので、そのリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。もしご存じない方は、この後ご視聴いただけるとよろしいかと思います。そして2番目、他動詞の後ろに目的語はなければ、受動態や過去分詞にすればよろしかったですね。たぶんそのあたりの理屈もご存じない方はですね、解説動画のリンク先は概要欄に貼っ付けておきます。そして3番、うんたらかんたらするとすぐに、点点点。私が hardly と来たら、その後続くのはこういう感じでしたね。そして hardly と言い換え可能なものは scarcely という表現でよろしかったかと思います。そして4番目 fancy の後ろは ing でした。もちろん先ほどもお伝えしましたが、finish の後ろは ing とか、enjoy の後ろは ing。それに関する解説動画のリンク先も概要欄に貼っ付けておきます。そして5番目コンマザット。それはダメでしたね。動画のリンク先は概要欄に貼っ付けておきます。そして6番目 song as。もちろん as long as でもいいんですが、意味はほぼ if と同じと考えていただけるとよろしいかと思います。そしてこれに関する解説動画のリンク先も概要欄に貼っ付けておきますからね。そして7番目、メインに関する表現ですね。VS の統治が起こった後、エクスクラメーションマーク。
まあ、びっくりマークがあるとですね、うんたらかんたらであれという祈願文ということでよろしかったかと思います。そしたら8番目、期間を示す語句があったら、完了形にしましょうね。もちろんこれの解説動画もございます。サムさん改めてご覧になっていただいてですね、もし知らないところがございましたら、この後ノートを取っていただいて、そしてノート取った後はこれですよね。赤シートで隠してスラスラ言える。そこを頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで、参考になさってください。